ササニシキが宮城で誕生して今年で60年を迎えるのを記念し、仙台市でササニシキを PR するイベントが開かれました。ササニシキの新米のおむすびです。よろしければどうぞ。今日はむすび丸と宮城ライシーレディが宮城生協鶴ヶ谷店を訪れ、新米のササニシキで作った300個のおにぎりを無料で配りました。お子さんにササニシキはどうですか？そうですね、多分喜ぶと思うんですけど、まだ一目惚れしか食べてないので、ちょっとササニシキも、ね、食べさせてあげたいなと思ってました。ササニシキはあっさりとした食感が特徴で、1980年代には県内で8割以上の作付けを誇りましたが、例外に弱いことなどから去年は1割以下の作付けにとどまっています。宮城県で生まれたササニシキをなくすわけにいかないというふうなことでございまして、去年から比べまして比率で申し上げますと 103% ぐらいのまでですね、増やして今取り組んでおります。これからもですね、皆さんに愛されるお米として、食べていただければなというふうに思っています。宮城生協では8日まで、通常より5キロでおよそ500円、10キロでおよそ1000円安くササニシキを販売しています。